ジャマール・ラセルス、1993年11月11日帯は、イングランドダービー出身のプロサッカー選手。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。ノッティンガム・フォレスト FC の下部組織出身。プロ契約前の2011年1月には、アーセナル FC からオファーがあったが、クラブ側が拒否した。2011年3月、トップチームに昇格。 2012年1月のバーンリー FC 戦でスタメン入りしトップチームデビュー。2012年3月、出場機会確保のためフットボールリーグ1のスティブ・ネージ FC にシーズン終了までの契約でレンタル移籍。レンタル復帰後もしばらく出番を得ることに苦しんだが、2013-14シーズンにレギュラーを獲得した。2014年8月、 プレミアリーグの入滑するユナイテッド FC にカール・ダーローと共に移籍。2014-15シーズンはレンタルの形でノッティンガムに残留した。2015から16シーズン、チームは広角の危機に瀕する。4月11日のサウサンプトン FC 戦の後にはチームメイトたちのやる気のなさを批判し、監督がラファエル・ベニテスに交代した後は試合での精度を向上させていったが、 結局ニューカッスルは降格した。2016年8月、新キャプテンに任命された。同シーズンはベニテスに信頼され、出場機会が増加し、シーズン残り4ヶ月の時点にはヘルニアに悩まされるも、ニューカッスルのプレミアリーグ復帰を後押しした。2017から18シーズンの序盤は、9月にプレミアリーグ月間最優秀選手の候補にノミネートされるなど好調を維持。 10月6日には入荷するとの契約を2023年まで延長した。同月のトレーニング中にはチームメイトのモハメド・ディアメと乱闘騒ぎになるも若い。後日、チームメイトとスタッフ全員を両選手は昼食に誘っている。開幕前にチェルシー FC やトッテナムホットスパー FC からの興味が持たれていた2018から19。 シーズンはベニテストの確執が囁かれるなど、クラブとの関係が良好でないと思われていたが、11月1日に契約を2024年まで延長した。各年代でイングランド代表に選出されており、2013 FIFA、FIFAU-20 ワールドカップ等に参加した。ありがとうございます。